最終コーナーから立ち上がってきますが、スタートは切られました。スタートサインスタートを切っていったのは小関風磨、アウト側からのスタート、今回いいですね。小関風磨トップに浮上いたしました。2番手に小暮、2番手に小暮、2コーナーのところで1台止まってしまっています。さあそして3コーナーのところでも1台失速、トップ5が4コーナーへと入っていきます。そんな中で4番手5番手が入れ替わっていきます。仕掛けたのはカーナンバー9番の名取、スタート直後少し遅れてしまった名取が取り戻したといったような感じか、いやワンポジション上げたといった方がいいかもしれませんね。トップはカーナンバー6番の小関、2番手にはカーナンバー18番の塩貝がポジションを上げています。3番手にドロップしたのは穂高、穂高根を3番手からさあどう取り返していくでしょう。3コーナー序盤はまだまだ冷静に、4番手には9番の名取、さあ4コーナーで穂高根を仕掛けていきました。2番手に浮上、クロスでいきたい塩貝はしかしここは3番手に戻ります。4番手名取、5番手に小暮です。さあ最終コーナーから立ち上がってきます。トップ2が頭一つ抜け出したでしょうか。小関をロックオン、穂高、3番手争いは塩貝、名取、そして小暮という3台になっています。さあそして穂高さんコーナーで行きました。穂高根をトップに浮上、スタートを決めました小関ですけれども、3周目2番手にドロップです。後ろを振り返って距離感を確かめます。しかし後ろはそうそう離れてはいません。トップ集団が5台になりました。トップ集団5台、最終コーナーから立ち上がってくる。少し離れまして第2集団、6番手争いは3台、そして9番手争いがテールトゥーノーズで3台。さあ横並びになって1コーナーに入っていきます。インサイド飛び込んでいったのは大草力でしょうか、上げてきています。トップは4コーナーへと入っていく。前には周回遅れとなった足立がおりますが、さあここからです。カデットのドライバーにとっても周回遅れをパスするというのは非常に厳しいところですが、最終コーナー手前 S 字のところでは3番手4番手5番手争い激しくなっています。名取、小暮、そして塩貝、名取と小暮が塩貝を指していきましてポジションを上げました。塩貝現在5番手にドロップ。さあそして6番手争いなんですけれども、今3コーナーから4コーナーに向かうところ、長田と池田と、そしてその後ろ鈴木です。長田、池田、鈴木の三つどもえ、長田と池田はすでにテールトゥーノーズです。さあその前方では3番手争い、名取の後ろについている小暮がテールトゥーノーズに持ち込んでいきまして、小暮ホームストレートでもピタッとつけている。さあ1コーナーのところでは周回遅れのパスが行われております。大きな影響は出ないか、小暮、そしてカーナンバー9番の名取もちょっとスピード乗せすぎましたね。3コーナーのところでインサイド刺されてしまいました。後ろからグイグイと来ているのは塩貝。さあ4コーナーのところでは名取、塩貝、小暮というふうにオーダーが変わりました。やり合っていますこの3人、前からは遅れた。最終コーナーインサイドを飛び込んでいきまして、塩貝3番手に浮上、3番手に塩貝が上がります。トップ2からは離れてしまいました。6周終了、7周目。さあレースはいよいよ後半へと入っていきます。トップ2は穂高と小関、こちらはつかず離れずトップ2を形成。3番手争いは前を追うというよりはこの3番手を争うという形になってしまい、後ろに追いつかれて6台のバトルになっています。3番手争いが6台、そして9番手争いは4台ということになります。最終コーナーへとアプローチをしていきます。さあこの3番手争い中で動きがありましたね。小暮がワンポジションのドロップ、後ろから追いついてまいりました。カーナンバー16番が前に出ていきました。長田が前に出ていきます。さあ1コーナーから2コーナーのところ、この6台の中で動きがあります。長田、そして名取、長田、名取、その後ろにはカーナンバー16番も上がってきた。ああそれを返していきますのは小暮、4コーナーのところ。さあ横並びとなりました。最終コーナーからは失礼、長田ではありません、こちらの方は3番手塩貝です。塩貝、名取、長田、
小暮というオーダーです。さあ塩貝が3番手をキープしています。8周終了、残り周回数は2周。トップ穂高、2番手に小関、3番手3コーナー争いは塩貝、その後ろ名取もついていきます。その後ろ少し離れて4台の先頭が長田ですが、そこに小暮がまたまた入っていく。このコーナーは見どころ、イン側からズバーンといったのは池田、しかし小暮後ろ向いてしまいました、後ろ向いてしまいました。さあこれで先ほどの5番手争いのところから1台大きく離れてしまいました。これがファイナルアップ、トップ2は穂高と小関で、これは変わりません。3番手には再び名取が上がりまして、4番手に塩貝。さあファイナルアップではもう変わらないでしょうか。そして先ほどちょっとヒヤッとしましたね、5番手争いは17番の池田、長田、鈴木と続いています。さあチェッカードフラッグが振られます。さあ一旦ドロップをしました。穂高3番手からもう一度上げてということになりました。2番手に小関、少し離れまして名取塩貝。